しようか。気をつけて、なんか変なこと起きてる。危ない。ダメだ、二人とももう。ん？何を言っている？まるで幻覚でも見たような顔だが、まだ昨日の疲れでも残っているのか？とにかくここから離れるぞ。奴もこちらを警戒している。自分で警察を呼べって。あれ、元野球選手の窮地じゃない？じゃあぶつかり男のファントムってそういうこと？開始成功みたいだな。よし、ならば行くか。場所は新宿だったな、元派。正々堂々と勝負したくせに、君の負けだね。ラーメンは最悪の味だったよ。何が正々堂々だ。てめえが圧勝剣の命を捨てたせいで。あー、もしもし？あ、バッチリでした？はいはい、そりゃよかった。どうもです。喜びたまえ、カノシュン君。君はたった今、公式ファントム認定された。味もわからないくせに難癖をつけて回る炎上暴力少年ってね。ファントム？俺が？シュン！今病院から電話だ！おやすさんが急な心臓麻痺で亡くなったって。そんな。
進路がたたっちゃったんだね。心配をかける悪い子がいるせいで。山越さんもかわいそうに。君みたいな子に関わったばっかりにさ。どうしたの？大丈夫？お前、まさかわしらには見えない何かが見えているのか？え？いや、あくまで憶測だが、これまでにもこいつにはその嫌いがあった。だが今は時間もない。もしお前の思考で何か解決策が提示できるなら言ってくれ。フクロウ、しかもカバンの中ってまるで漫画みたいな。あ、これネタに使えます。メモ、あれ、ない、ない、こんな大事な時に。世界ナビだね、わかった。あ、ちょ、よかった、あった。あれ、消えてます。リーダー、ワター様、ここをお願い。リーダー様も気が抜けちまったか。こんな時間とは。まったく、打ち合わせ終わってからの雑談のが長いんですって。あの編集の人、さてはファントムですね。おりょ、なんですこれ。大丈夫です。こちらこそすみません。拾わないとです。